こんばんは。こんばんは。あ、やばすいません、新しく入国することになりました今井花です。よろしくお願いします。すごいテラスハウスじゃん。みんな準備したりしてるのか。そうです、準備中だ。まだ準備中です。え、料理できる人いるの？いっぱい、みんな結構やってます。嘘、ももちゃん、ももちゃん、すごいじゃん。何作ってるの？カルパッチョ。カルパッチョ作ってます。いけてる。いけてる。いけてるね。いけてる。え、もうやめてる。こんばんは。こんばんは。やばいね。やばい。すごいね。楽しい。楽しい。今日から。今日から。今日から。できたらみんなで一緒に乾杯しよう中で。できる。おいしい。おいしい。おいしい。よかった。すごいな。12人もいる。あ、どこどこ、あそこあそこ、大丈夫大丈夫、誕生日席みたいな感じで大丈夫ちょっとお席を指定されたので、本当欲しい。はい、ありがとう。あ、ごめんね、ちょっと待って。あー、全員揃った。あ、じ14人14人です。いや、改めまして、今井花です。今井花です。ちょっと待って、今日すっごいこう、なんかね、最後まで晩餐チェックのこのポジションで、全員の顔見えるんだけど、ちょっと恥ずかしいけど、じゃあまず、乾杯しよっか。え、なんか、わかんないけど、乾杯する人とかいる？お任せします。お任せ。お任せしたい人、乾杯。はい。はい、3。あ、来た。来た。え、どうしたらいいの？いいね、じゃあやっしょ、しょ、乾杯。はい、みんな、じゃあ今日初日でしょ。最後。いいね、最初の乾杯。乾杯。乾杯。乾杯、乾杯。やばい。お邪魔します、お邪魔します。乾杯。すっごいいい。お願いがあるんだけど、自己紹介してほしい。自己紹介、いいですか？はい。いいですか？いいです。名前、学年、一番楽しいこと今してて。宮城県出身の青ピです。青ピちゃん高校1年生です。1年生楽しいことは放課後友達と遊ぶことです。どこ行くのみんなで？仙台の街中、あのアーケード。僕は仙台駅行ったことあるから。駅ってちょっと高台っていうかさ、2階になってない、はい、そうだよね、レンガっぽくて。覚えてる、全然わかる。あそこに遊んでんだ。はい、なんかショッピングモールがあるもんね。はい、あそこに行く。ありがとうございます。最近楽しいことは何か作る時とかです。何作ってんの？お菓子作ったりとかするの好きで。じゃあクリスマス何か作った？クリスマスケーキ作りました。マジすごいね。でも全然予測しない。あれ、今もう休み？髪の毛茶髪だからさ、休み。もう、冬休みです。怖い、怖かったです。あ、それも面白かった。前髪もありました。あ、そうなんだ。東京から来ました、はい、水木です。水木ちゃん、はい、高一です。高一、あれ、高一大丈夫、いいよ、ちょっと暴れちゃった。好きなこと、食べて寝ることです。なんか今日の朝もお弁コンビニ弁当2個食べてきて、2個食べてきて、今のお弁当食べてない。そう、全然全然お腹空かなかった。すごいね、すごい食べちゃうんですよ。あ、そうなんだ。食べ放題巡りとかいっぱいした。食べ放題巡り、あれ一番わかるやつよね。え、なんかダイエットしてる？なんか定期的に軽くしてるんですけど食べちゃう。でも10代ってこれ急激に来ると大変っていうから気をつけないから。そう、みんな言う。
10代の後半で一番今日メモリーしやすいから体が。そうそうそう。大人って休みやってるんだけど、なんか普通に10代って健康よ。地上公でした。大阪から来ました。大阪、一人大阪じゃん。そう。うん、で、高校2年生。高校2年生。作展です。作展。好きなことは食べることと、うん、寝ることと、うん、喋ることと、うん、笑うこと全部やん全部やん、もう今これ全部じゃん。もう大阪って本当にテンション高いよね。高い、一瞬でわかる。毎日楽しい。今楽しい。毎日楽しい。毎日楽しいです。なんかさ、辛いとかない？失恋してあるみたいな。あるよね。失恋はないです。どういうこと？ないの？なんで？ちょっと待って待って、今つらいこと見っけた。つらいこと見っけた。これでちょっとやっていい？はい、挙手制ね。今か、あれ高校生みんな行くよ。速攻挙手ね、速攻挙手。今彼氏いる人手挙げて。1,2,3,4,5,6人？6人？多い。多い。すごい、マジでいいな。